Jawohl.対戦車銃は発明されて以来多くの国で開発されてきた。大戦初期では貴重な歩兵が持ち運べる対戦車兵器として使用された。軽装甲車両兵の威力は十分であり、特に戦車の重要な部品である乗員には効果的面であった。進化には追いつけず、すでに時代遅れの兵器化しつつあった。大戦中期まで、歩兵による対戦車戦闘派対戦車砲しか有効な兵器がなく、場合によってはその対戦車砲ですら無力であった。思ったより資料が少なかった対戦車銃解説始まるよ。一次大戦の骨折量産銃以来、ドイツの対戦車銃開発は数十年止まっていた。ただ一人で持ち運べる対戦車兵器はやはり必要であり、1930年代後半に新型対戦車銃の開発が始まった。当初使用弾薬は 13mm 口径のものの予定であったが、後に 7.92mm に変更された。理由は不明ではあるが、おそらく反動を軽減するためだと思われる。陸軍兵器局の重量 15kg 以下、100メートル先の 30mm の鋼板を貫徹できるという要求のもと、1938年の夏より試作品のテストが始まった。これが後のパンツァービュクセアハトーンとドライシヒである。性能は要求通り100メートル先の 30mm の鋼板を貫徹でき、重量は 16.2kg。要求満たしてねえなおい。対戦車銃の性能としては一般的であり、各国の軽戦車ならば対応できた。ただ構造が複雑な上総重量が大きい。さらに製造コストも高いおかげで、開戦時に配備されていたパンツァービュクセアハトーンとドライシヒはわずか62艇であった。戦争全体を通してもわずか1408艇であった。ちなみにこいつの装填方法は特殊で、横のレバーをヒット弾を装填するところごと下がってきて装填する形になっている。レバーの形が形だから照射と M1926 が脳内に。はい次、要求を満たせない上コストが終わってるアハトーンとドライシヒの改良版。パンツァービュクセのインウントドライシヒ。ドイツで最も有名な対戦車銃かもしれない。38年型より構造が簡単になり、重量も 12.6kg に減量した。そのおかげもあってか約4万艇と38年型の約 2.7 倍ほど生産されている。性能は使用弾薬が同じこともあって38年型と同じ100メートルで 30mm の貫徹力を持つ。この弾薬についても小話があるが、解説の順番的な理由で少し後に紹介する。それはさておき、この銃の最大の特徴、装填するときは銃刃が動きます。確かに38年型の自動配鏡がついたカチャカチャ動くやつに比べると構造は簡単ではあるが、何食ったらそこを開けようと思ったんだよ。まあ39年型自体小型の対戦車砲みたいな構造をしているから理にはかなっているが、気になる人は38年型も39年型も両つべに操作方法が上がっているので調べてみよう。その他構造簡略化のため反動を軽減するバネが取り外された代わりにマズルブレーキが取り付けられている。余談としては訓練用に M1918 の 13mm 弾を使用できる銃身も用意されていたらしい。はい次。パンツァービュクセ MSSI ヌントフィルティヒ。チェコスの銃です。でも生産される頃には国が消えてるので実質ドイツです。まあ構想自体はチェコ時代から存在してるから正直言って微妙である。性能は他のパンツァービュクセと同じで100メートル先で 30mm の貫徹力を持つ。ただ他のパンツァービュクセと違ってこの銃は武装親衛隊の発注で製作され、武装親衛隊のみに配備された対戦車銃である。まあそのせいで後で国防軍といざこざが起こるのは別の話。戦争初期で威力不足と判断され、口径を 15mm に拡大したものも開発されたが、
結局威力不足と判断され試作のみで終わっている。ちなみにこいつが装填するときは銃波が曲がり重心と一緒に動きます。ドイツの対戦車銃って M1918 以外全部変な装填方法してて困惑する。ここで箸休め。これら3つの対戦車銃で使用されている 7.92×94mm 弾について、この弾薬には催涙弾を内蔵したものが存在しており、直接命中させなくとも戦車の中の人を無力させることを目的としている。ただ 7.92mm 弾に内蔵できるガスの量は限られており、乗員に与える影響は目に見えるほどのものではなかったらしい。ちなみに催涙剤の戦場での使用はジュネーブ議定書に抵触している。みんなはこういう時どうすればいいかわかるかな。そうだね、名前を変えればいいよね。ってことで公式で名前をごまかしている。余談としてこの弾薬を使用したアインバウアッペアインフンダートアインウントフィルチヒキ艦銃を主武装とした1号戦車が生産されていたりする。箸休め終了。さあ、ウゾウムゾウタイムの始まりです。まずはこいつら、パンツァーシクセフィルチヒシリーズ及びパンツァーシクセアインウントフィルチヒ。まずは40年型、左上からグスタフ製、ツーリアン製、アルター製、そして場所の関係で縦になってるのがマウザー製。39年型の後継として開発されたが威力は全く同じなので全員没。はい、次41年型。グスタフ製で口径は 15mm。貫徹力は 100m 先で 60-70mm ではあるが結局威力不足と判断され試作で終わる。次は同じく 15m 口径のもの。パンツァープエアゲイアベルリンズールワッペンウンドフラッツエビエコーモデルアインス。性能は先ほどのグスタフ製と同じだが重量や全長はこちらが優れている。そしてやはり威力不足として試作で終了している。5mm 対戦車銃を拡大したマシンゲイアアインスフンダーとアインウントフリンプチヒ用の弾薬を使用する対戦車銃も計画されたが、不採用に終わった。20mm つながりで少し特殊なやつも出しておこう。パンサーデュクセフィーベンフンダーとフリンフーンとアハツヒマタの名はソロプルンアハツェイン、アインスフンダーと。この銃はスイスのゾロターン社によって開発、製造されたが、この会社はドイツのラインメタルによって保有されており、実質ドイツ向けの武器を製造していた。こんなややこしいことになったのは忌々しいエルサイル条約のせいであるのは言うまでもない。性能としては100メートル先の60度角の20ミリの鋼板を貫徹できた。パンツァーデュクセのインウントドライシヒと比べ口径が拡大しているのにもかかわらず威力が減少した理由は、鋼板が傾けられているのもそうだが39年型の使用弾薬が高速鉄鋼弾なのに対し、ゾロターンの使用弾薬が鉄鋼榴弾であったからと考えられる。ゾロターンは使用弾薬は20ミリ口径というのも相まって、他の小口径対戦車銃を地外陳腐化した後も榴弾などを用いて陣地攻撃などに使用されていた。余弾として本銃の他使用弾薬を変更したものやそれを全自動射撃できるようにしたものも少数ではあるが使用されている。またその他20ミリ機関砲などの大口径機関砲も対戦車用に使用されたこともあった。前述した正式に採用された対戦車銃の他に、ポーランド、イギリス、ソ連などの路角対戦車銃も使用されており、ハンガリーやフィンランドなどの同盟国にも供用していた。それらを含めても対戦車銃という兵器自体戦争初期には陳腐化しており、大口径のものはゾロターンのように陣地攻撃などに使用することもできたが、7.92mm 弾を使用したものは早々と装甲繰りにされるか、グラナーテデュクセモデルのインウントドライプヒのように小銃的弾機に改造されたりもした。もちろん陳腐化といっても完全に使えなくなったわけではなく、軽戦車や装甲車などの軽車両に対しては十分な効果を発揮でき、連合軍の空挺作戦であるマーケット、ガーデン作戦時において、降下してきた連合国軍に対しパンツァーデュクセを装備した第12及び 16SS 装甲師団がある程度の戦果を上げている。戦争最末期においてパンツァーデュクセ、ましてや M1918 などを倉庫から引っ張り出してきて国民突撃隊に配布したと記した資料がある。訓練もままならず、その上時代遅れの兵器で一体どうやって精鋭なソ連軍や連合国軍に立ち向かえたのだろうか。彼らの結末は末期ということもあってほとんど資料に残っていない。ご視聴、ありがとうございました。